ましたので、記者会見を始めさせていただきます。本日司会を務めますピースボート災害支援センターの中澤聡と申します。皆さん本日はどうぞよろしくお願いします。本日の会見では昨年12月に開始したウクライナ人道支援再生リハビリプロジェクトの進捗と今後について皆様にご紹介いたします。はじめに本プロジェクトのプロジェクトリーダーであります湯気教授、広島大学大学院医系科学研究科の湯気教授より改めましてプロジェクトの概要をご紹介いたします。冒頭の紹介では前方のスライドを使いまして皆様にご紹介いたしますので、ぜひスライドも、注目しながら湯気先生の説明を、お聞きください。では湯気先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は多数集まっていただきましてどうもありがとうございます。早速スライドで説明をさせていただきます。冒頭スライドにこう出てますウクライナクライシスですね。この広島、原子爆弾で最初に被災に遭いました。この平和都市広島で、G7 の前にこうやってプレスリリースができることは非常に重要な意味があるんじゃないかなというふうに考えております。で、私たちはですねクライシスが始まって、同じ人間として何かができないかというふうにずっと考えてまいりました。で、このスライドにありますように実際ウクライナの負傷者を支援する、再生医療とですね、リハビリテーションを届けたいということでプロジェクトがスタートしたわけです。でこれからですね写真が何枚か出ますのでちょっと被災の写真がありますので、気をつけていただければと思います。子どもたちがこちらご覧いただいているようにですね、子どもたちの被災が非常に多いということでございます。市民はですね子どもたちの戦争被害者が多い。で特に今東部外相ですね、上の子はですね実際ビルの下敷きになったり、頭部をですね銃で撃ち抜かれたりとか、そういうことが非常にありまして、今私たちは今広島大学で脳卒中の再生医療をやってますけれども、症状が非常に頭部外傷に似てるんですね。でそういう患者さんに、再生医療を届けたいというふうに考えています。でご覧の通り CT を取りますと、頭部外傷特にガンショットっていうんですが、銃創やあと実はミサイルですね、頭部外傷の患者さんが非常に多くて、私たちがスタートした時は、3万人ぐらいだと思ってたら、昨日ですねいろいろコミュニケーションを取ってると歩行能力を取り戻すためのリハビリを必要とする人が、5万人以上いらっしゃる、実は10万人近くいらっしゃるかもしれないと。でこういう状況でございます。でウクライナを支援する、再生医療リハビリテーションプロジェクトとしまして、私たちはですねプロジェクトプランナーとして、最初私と、それから、ジョージアの脳神経外科医の、名前ドクターリカ、コルバスゼルフですね。でこの、先生とですねいろいろお話をしまして、で同じ人間として、何かをしたいと、で持っているその技術をですね、人道支援に使いたいということで、私たちはちょうど、これロシア侵攻から3ヶ月経ちまして、協議を重ねて、医療機関、それから、研究者仲間ですね、それから EU の知見チーム、それから政府機関、国際 NPO、NGO の支援を受けまして、この人道支援チームをですね大体5ヶ月かけて作りました。でピースボードの支援、災害支援センターの方は、NPO として関わっていただくことになっています。で最初リカさんとの出会いなんですけど、ちょっと簡単に説明しますと、ちょうど2009年にですねハーバード大学で、リハビリテーション医学、あと幹細胞ですね、再生ですけど幹細胞の、これ世界で最初のセクションが立ち上がりました。2009年からなので、15年代の、研究者としての信頼関係があることが非常に重要で、実際に寄付とか資金とかですね、それから支援物質が確実に患者さんの手元に届くかどうかというのは非常に重要だというふうに思っています。で、リカさんとですね、こういうようなチームを組んで、
ですね、キットプロジェクトがスタートするということになりました。で、グルジアっていう国だったんですけど、まあ、ジョージアですが、まあ、このスライドにあるようにですね、まあ、あの場所はですね、まあ、この辺って書いてありますけども、まあ、非常にですね、あのモダンな都市でございます。で、このグルジアの中がですね、あの旧ソビエト、それからまあ実際ロシアのですね、侵攻があの、まあ、これまで繰り返されてまして、でここはボーダーの写真でございますけど、あの左下にあるようにですね、まあ、ジョージアという国はこれまで侵略を何度も繰り返された国でございます。で、そういう経験もあってですね、私たちとのプロジェクトをスタートすることができたわけです。で、私たちのプロジェクトの概要ですけども、まあ、目的は実際ウクライナの一般市民や子どもたちの戦争被害者、まあ、特に東部外相ですね、これ人間らしさの実際意識の座でありますので、まあ、脳の障害があるとなかなか難しいというふうに思っております。で、再生労働とロボットリハビリテーションを組み合わせた、まあ、革新的な医療を提供することにより、まあ、戦争前の生活ですね、私たち脳卒中の患者さんを見てると病院に入る前の状態に戻りたいんですね。で、それと全く一緒で戦争の前の生活に戻れるような支援をしたいと。で、武器や資金ではなくて、これ第三のですね、人道支援になればいいかなと思っております。まあ、費用はですね、まあ、お金は確かにかかります。これは全額寄付で、実際 NPO との連携で進めたいというふうに考えております。で、支援の企業はですね、あの今エントリー順で書いてありますが、まあ、ロート製薬さんをはじめまして、あと株式会社インターリア、それからまあキャンパスメイコですね、で株式会社スペースバイオラボラトリーズと、まあ、そういうような会社でですね、ご支援をいただきながらやっとスタートを切ることができました。で、今日あの各企業様にですね、あのメッセージをいただくんですが、まあ、もうあのすでに今いくつかですね、あの私たちのプロジェクトにエントリーしたいという企業もありまして、まあ、第2弾でその企業さんにも出てきていただこうと思っています。まあ、体制はですね、私、それからリカ・コルバゼラの、それからトリビシの国立医科大学ですね、でそこの関連病院のケン・ウォーカー・ユニバーシティ・メディカル・リハビリテーション・クリニック、でそこのイラク、ナトルニシ教授と、それからファーストユニバーシティクリニックというのがありますが、そこの早期シャギゼの先生とですね、共同でやると。で、それをですね、サポートするような実際医学的な体制が全て整っております。で、まあ、ロボットとあと幹細胞ですね、肝油系幹細胞っていう細胞を、まあ、輸出をして再生医学にすると。で、まあ、大学のちょっと説明なんですけど、トリビシ国立医科大学っていうのはですね、あの非常に歴史がありまして、1918年に、まあ、あの発足というか、まあ、開校した大学でございますけど、まあ、大学病院がですね、実は6000ベッドある非常に進んだ大学病院でございます。で、ここと、まあ、スタートすることができます。で、あの今理科さんが働いていらっしゃる子ども病院なんですけど、癒しぶりの小児病院もですね、これジョージア国内に全部で6カ所ある大きな病院ですね。で、ここと、まあ、連携ができると、あの小児であの運ばれている患者さんも非常に多いので、そういう方々の治療もしたいというふうに考えています。で、それからケン・ウォーカー・ユニバーシティ・メディカル・リハビリテーション・クリニックはちょうど2020年にあの、まあ、スタートした、開院した新しい病院で、実はリハビリテーションが非常に進んでるんですね。あのこちらにあるようにですね、あのロボットリハビリテーションがもう当たり前みたいな状態で、まあ、日本に非常に進んだリハビリテーションをやってるってところも、私たちと共同でやるという一つの大きな理由になってます。後であのビデオで出てこられますけど、まあ教授のイラクル先生ともうあの何度もコミュニケーションを取って、どういうふうなプログラムでやるかっていう話し合いもしております。で、あとファーストユニバーシティクリニックっていうところ、ここも、トリビシのユニバーシティの、まあ、関連病院なんですけど、こちらのは救命救急が非常に進んでいる病院で、ここであの幹細胞の再生医療をする予定になっております。まあ、ここを使ってですね、幹細胞を移植をして、まあ、県央下のリハビリテーションクリニックで、まあ、リハビリをすると。で、その統括をですね、まあ、実際トリビシの医科大学でという形になります。方法はですね、まあ、まずは歩行補助装置のリゲートを含めたロボットリハビリテーションを実施をします。で、その後幹細胞をジョージアの病院へ凍結輸送しまして、
脳神経外科で再度出向すると、約半年間のロボットリハビリテーションを施行しまして、その効果は判定を行うということです。でステップは今2つに分かれてまして、ステップ1がですね、まあ、これジョージアにて、まあ、ロボットリハビリテーションシステムを構築すると、まあ、これ長く時間かかるわけですね。1ヶ月2ヶ月ではちょっとできないので、3ヶ月以上の時間をかけて、まあ、ロボットリハビリテーションシステム作りをします。また日本から各企業様からいただいている実際医療支援の物資等を提供します。でこれをですね、今年の6月から予定をしている状況です。で、7月にですね、私と、まあ、ピースボード災害支援センターで、まあ、ジョージアへ視察をしに行きまして、まあ、どういうふうに使われているかとか、まあ、モニタリングも含めて、どこが欠けているかですね、支援をしないといけないところをまた見に行こうかなと思っております。でステップ2としまして、まあ、ジョージアにですね、まあ、再生医療の体制が整った、そのチェックをしまして、まあ、関係幹細胞をですね、こう輸送して細胞移植を、まあ、開始をしたいと。で今年の12月より予定をしております。まあ、こういうプロジェクトを進めることになります。これリゲートなんですけど、これリゲートっていうのがですね、これ早稲田大学の、まあ、田中一郎という先生とですね、まあ、共同開発をしたもので、まあ、たくさんの賞をいただいておるものです。まあ、ものづくり、まあ、日本大賞8回目の優秀賞もいただいておりますが、この特徴は足首だけを補助するので非常にコンパクトで軽いんですね。もうスーツケースに入れて運べるというのが一番の利点で、まあ、例えば野戦病院で使おうと思うと使えるわけですね。でこの1キロ以下のものをですね、まあ、運んで、で歩行のプログラムをですね、このタブレットで全部できますので、これをリモートで指導するということが可能になります。でこれが今このリゲートを使いたいという一つの理由で、軽くて、まあ、プログラム化できるので、まあ、リモートで指導ができると。で具体的にですね、今年の2月1日に、まあ、実は因島歯科医病院という病院が今広島にあるんですけども、そのリゲートセンターというのができまして、でここにですね、歩行回数のデータの取得と、まあ、提示が瞬時にできると。で患者さんどこが悪いかということを提示することができるんですね。でこれをですね、まあ、進めて、理科さんなんですけど、まあ、リゲートセンターを使ったリモートリハビリができるかどうかというチェックもしています。で、まあ、現地に行って指導するのはなかなか大変なので、まあ、リモートのリハビリテーションの技術を使って、まあ、指導する体制を作りたいと、まあ、まだ開発する要素がたくさんあるので、それは進めていく予定になっています。でもう最後の方のスライドなんですが、まあ、戦争が始まってですね、もう1回もう1年3ヶ月が経とうとしています。もう1年3ヶ月ですね。で我々に何ができるのか、で両国を合わせて、まあ、兵士がもう30万人以上亡くなっていらっしゃる。でウクライナの民間人がですね、もう3万人以上ですね、まあ、犠牲になっていらっしゃるという状況で、私たちに何ができるのかというのをですね、真剣にもう毎日考えてるんですけど、まあ、医療支援をすることによって何か新しい道が開ければいいと思っております。これ1999年の10月15日、実はノーベル平和賞をですね、まあ、国境なき医師団が受賞しました。でその時に国境なき医師団が言ったこのメッセージですね、まあ、沈黙は確かに人を殺し得ますということを、メッセージを、まあ、国境なき医師団がここで発したんですけども、私たちは、まあ、声を上げるということが重要だと思ってまして、まあ、ウクライナの負傷者を支援する、まあ、再生力とリハビリテーションを届けたいというふうに考えております。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。池先生ありがとうございました。続きまして、ウクライナ人の、ヤーナ・ヤマブスさんと、ゾリアナ・キブリッチさん、お二人に一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ちょうど1年ほど前に来日して、現在広島市で、避難生活を送られている、親子でございます。では、ヤーナさん、ゾリアナさん、前に、お願いします。どうして、パニタパノバ、ми дуже вдячні за запрошення на сьогоднішній івент. Це честь для нас висловити подяку від імені всіх українців, хто потребує допомоги у такий складний час. Але не
за таких обставин нам хотілося би зустрітися з вами у Японії. 皆様こんにちは。このヤンバを作ってくださりありがとうございます。助けを必要としているすべてのウクライナ人を代表して感謝の気持ちを伝えることができ、嬉しく思います。このような場、状況ではなく、もっと違う場面で日本の皆様とお会いしたかったです。На жаль, нам довелося залишити свою країну, домівку, роботу, сім'ю і друзів. Ми мали спокійне життя в Україні. Стабільність, робота, близькі люди поруч і найголовніше – впевненість у завтрашньому дні. Все це було втрачено в одну мить під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. 残念ながら私たちは自分の国、住んでいる家、仕事、家族を置いて逃げなければならなかったです。私たちはウクライナで安全に暮らしていました。私たちの大事な家族、仕事、明日へ、私たちは大事な家族、仕事、そして明日への希望がありました。これらすべてロシアによるウクライナへの軍事攻撃により奪われました。Ми зібрали все необхідне і зважилися на цей ризикований крок – покинути і розпрощатися з усім, що набули і досягли за все наше життя. Дякую, що ваша країна і ваш народ допомагає нам відчувати себе у безпеці, дає прихисток і робить все можливе, щоб допомогти Україні та українцям. Ми потрібні. 自分たちが成し遂げたものを置いて逃げました。日本、そして日本に住んでいる皆さんに、私たちが安心、安全だと思える場所を作っていただいて、ウクライナ人を助けていることに感謝いたします。Але наша біда не настільки велика, наскільки велика біда у людей, які залишилися в Україні, які живуть на даний час на окупованих територіях. Домівки деяких людей було знищено, деякі міста перетворені на руїни. Зараз люди живуть в окупації, кожного дня вони чують сирени, кожного дня прилітають прильоти і ракети. Які вони відчувають стрес і що буде після війни з цими людьми, невідомо. Люди деякі знаходяться в полоні, деякі закатовані. Вивезені в Москву, багато дітей вивезено в Москву, не тільки в Москву, на територію Росії. Але ми наші втрати та знищення України Україна зруйнована, то ж то порівняно не стає. Багато будинків руйнується, будинки пошкоджуються. Люди люблять своїх рідних, втративши багато громадян та військових. Ми вдячні нашим військовим, нашим ЗСУ, які захищають нашу територію України. Вони залишаються інвалідами, молодих хлопців, яким ще жити і бачити світ, створювати сім'ї. Вони повертаються, на жаль, травмовані психологічно, морально. Деякі дітки, як ми бачили на відео, поранені. Який тільки стрес відчувають українці. Насправді ми потребуємо вашої допомоги. Україна に行っていただいている軍人の皆様に心から感謝いたします。彼らは肉体だけではなく精神的にも病んで戦争から戻ってきています。先ほどの写真でもあったかのように子供たちもたくさん怪我をしています。軍人の皆様には元の場所に戻れるために元の環境に戻れるために頑張ってくれています。Я вдячна людям, які допомагають в цьому проєкті, кожному лікареві, кожному японцю, кожному європейській країні, яка допомагає і матеріально, і фізично, і зброєю. Я вдячна кожному лікарю за ваше достойне відношення до чужої біди, і ви не залишаєтесь осторонь. Я вдячна за ваш професіоналізм, за ваші
напрацювання лікарів інших країн світу. Я маю надію, що ці проекти будуть розширюватися. Багато японців прийме в цьому участь, і ми відновимося як країна, ми станемо достойними людьми і будемо в щасливій країні жити, як і ви. Нам є брати приклад з вас. Дякую вам велике. Арігато гозаймасте, хонту ні арігато.私たちはすべての日本の皆さん、そしてこのプロジェクトに加わる皆さんに感謝を伝えたいと思います。あなた方の知識、スキル、そして私たちが元の生活に戻れるように協力していただいてありがとうございます。私たちの不幸に関し、無関心にならず、私たちの家族を助けてくださってありがとうございます。宮野さん、鳥山さん、どうもありがとうございました。続きまして、ビデオメッセージの、ご紹介です。冒頭、湯気先生より、スライドでもご紹介がありましたが、ジョージア側でも私たちのプロジェクトに協力していただいている皆さんがいます。本日は、ジョージアのイアシュビリ、小児科病院で脳神経外科医をされている、リカ先生より、ビデオメッセージをお預かりしております。Hello, dear all. My name is Dr. Lika Horvaladze, and I'm a neurosurgeon, and I work at Georgia, Tbilisi, for Yashvili Children's Central Hospital. And I work as a lecturer at Tbilisi State Medical University's American MD program, and as a lecturer at Kent Walker International University. It's my pleasure today to be with you.And to once again pronounce the benefits of the project, what we would like to start. As you know, the war has changed a lot of things in the world, especially for the health system of persons and their lives as well. Unfortunately, the war is causing a huge damage to all of the persons.Not only the citizens, but for the soldiers and everyone who is involved in this particular situation. Unfortunately, today we all know that not only soldiers, but the citizens of Ukraine has been damaged by the war as well. The most impact for them is for children and for women as well, because they are getting different types of the traumas.Which is causing a secondary disabilities for them. The rehabilitation project, what we would like to start, is especially designed for recovery after different kind of the traumas. This type of project will help the people and will help to try to get better for the people. Because it's not only having the life, but it'sHaving the full life. This is the most generous thing what we can do for the people. The rehabilitation what today we are presenting with Professor Yuge and Professor Irakli Natrashvili, who is the chief of the rehabilitation center at Georgia.We will try to help the persons who have been severely damaged during the war. This war, unfortunately, is getting very many persons damaged, and it's very sad to speak about it. It's very sad that person, the young person, can't walk, the young person are starting to haveA huge problems, and they are thinking that life has been ended in that particular part. We would like to provide the rehabilitation which will show them that life still goes on and that
with the rehabilitation, they still can be in the normal state as they are. The humanity, this is the main thing what we have to remain. And the humanity is the main impact what we have to go for the persons who has been unfortunately damaged because of the some situations. I would like to support this project as much as possible, and I would like to, that you understood how much impact will this project have for all the people who were damaged in the Ukraine. Thank you. はい、理科先生からのビデオメッセージでした。続きまして、ケンウォーカーユニバーシティの、イラクリ先生より、同じくビデオメッセージをお預かりしています。理科先生と同様に、前方のですね、スクリーンで皆さんにビデオメッセージをご紹介いたします。モゲサオメルゲツメハリラディナトラシュリケンウォーケリサマイシノリアビリタツイサオメルシタトクリニキスディレクトリდა ამავე დროს ვარ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი. მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი ზიანდება და ძალიან ხშირად ეს დაზიანებები არის საკმაოდ მძიმე. ეს ეხება როგორც მებრძოლ ადამიანებს, რომლებიც იბრძვიან უკრაინაში, ასევე მშვიდობიან მოსახლეობას, და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ძალიან ხშირად ზიანდებიან და დაზარალდებიან ბავშვები და ქალები. ჩვენ ვუტარებთ სარეაბილიტაციო მომსახურებას უკრაინის ომში დაზარალებულ მოსახლეობას პერიოდულად ვუტარებთ როგორც ბავშვებს, ასევე დასრულებს. ამ აქვე უნდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ დაზიანებები არის იმდენად სერიოზული და იმდენად მძიმე, რომ ჩვეულებრივი ტრადიციული სარეაბილიტაციო სერვისები და მომსახურება არ არის საკმარისად ეფექტური, კარგი და მაღალი შედეგის მისაღებად. ამიტომ ვთვლი, რომ პროექტი, რომელსაც ახორციელებს ჩვენი მეგობარი პროფესორი იაპონიიდან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი იქნება ამ მეთოდების დანერგვა სარეაბილიტაციო კლინიკაში, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაუფინანსდეს უკრაინაში დაზარალებულ მოსახლეობას სარეაბილიტაციო კლინიკაში მკურნალობა. რადგან როგორც აღნიშნე, ჩვენ რო ვატარებთ სარეაბილიტაციო მომსახურებას, ეს ძირითადად არის ამბულატორიული ტიპის მომსახურება, რომელიც ვერ იქნება ისეთი ეფექტური და ისეთი ინტენსიური, როგორც მაგალითად სტაციონარული ტიპის სარეაბილიტაციო მომსახურება, როდესაც ადამიანი იმყოფა სარეაბილიტაციო კლინიკაში. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ფინანსები ამ სარეაბილიტაციო ინტენსიური სარეაბილიტაციო მომსახურების ჩასატარებლად არ არის საკმარისი, და ამიტომ ესეთი სარეაბილიტაციო კურნალობა ვერ ტარდება, და ამავე დროს არ არის ის მაღალტექნოლოგიური სარეაბილიტაციო აღჭურვილობა, რომელიც უფრო ეფექტურს გახდის ჩვენს მუშაობას. ამდენად წარმოდგენილი პროექტის მნიშვნელობა ძალიან მაღალია, და ვთვლი, რომ მისი განხორციელების შემთხვევაში ძალიან დიდ დახმარებას დაუწევთ უკრაინაში ომით დაზარალებულ მოსახლეობას. მადლობა, იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი განხორციელდება და იქნება წარმატებული. イラクリ先生からのビデオメッセージでした。以上が、理科先生、イラクリ先生からの、ジョージアからのビデオメッセージです。では、最後に本プロジェクトにご協力いただく企業の皆様より、一言ずつご挨拶を頂戴いたします。それでは、順番に、ご所属とお名前を、読み上げさせていただきます。まずはロート製薬株式会社、林裕也様、よろしくお願いします。
御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。で本日プレゼンテーション、これまでのプレゼンテーションにもありましたように、実際戦争の被害に遭われている方々の姿の写真や実際の山田さんたちのお話を伺って、こうますます我々は何ができるんだろうか、そして弊社としましては健康経営というところも目指して推進しております企業でございますので、その会社としてもどういうところで貢献できるかというのを改めて考えさせられる機会となりました。で今回医療支援という形で弊社参画させていただくんですけれども、その具体のところにつきましてはまだ関係各所と、協議調整中というところではあるんですが、このプロジェクトの支援のは、これを、今先ほど湯上先生も次のステップが来ているという話だったんですけれども、我々もこの活動を通じてさらに輪を広げて、より多くの被害に遭われた方々、その人たちに貢献できればと考えております。以上となります。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして株式会社インターリハ、曽我健一様、よろしくお願いします。ただいま、紹介いただきましたインターリハ株式会社、私たちリハビリテーションの機会をやっている会社ですけれども、曽我と申します。よろしくお願いいたします。まずはこのようなプロジェクトに、参加させていただきました、池先生をはじめ、関係者の皆様、感謝申し上げます。本来でしたら、弊社の代表取締役である、柏木哲夫の方が、ご挨拶させていただくところではあるんですけれども、本人も残念がっておりましたが、本日所用のためどうしても参加できないということで、手紙は挨拶を預かってきておりますので、代読させていただきます。今回のロシアによるウクライナへの侵攻は世界に大きな衝撃と傷跡を残し続けております。その中でも罪のない多くのウクライナ国民の皆様が戦争により体と心に大きな傷を受けています。私どもは同じ人間としてこのような人々の少しでもお役に立ちたいと考えておりました。叶うならば私たちが事業の柱としている医療分野での支援ができないものかと考えておりました。今回湯上先生にウクライナへの医療支援のお話を頂戴し、本当にありがたく思っております。私たちは専門性を有するリハビリテーションの分野で、社の理念でもございますシャインフォースマイルをウクライナの皆様にお届けできるよう努力してまいります。このような機会を頂戴いたしました湯上先生、またご関係者の皆様に熱く御礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして株式会社キャンパスメディコ、三河博樹様、よろしくお願いします。こんにちは。広島大学の医系科学研究科の三河です。キャンパスメディコというのは大学発電者で、そこでは会長をやってます。で、ウクライナクライシスに関してなんですけども、日頃より何かしたいとずっと思ってたんですが、なかなかいいことが思い浮かばない中で、湯上先生の方から、今回のプロジェクトに参加しないかとお声かけいただいて、本当に、感謝します。ありがとうございます。キャンパスメディコからは、このエーザイから出ております、イータック抗菌化スプレーになりますが、エーザイと協議して10万本から20万本準備していただいています。ただ、向こうへの輸送費用とか、あるいは向こうのストックできる状況等がうまく把握できていないので、今後は、ピースボードの高さんの方と、その面を詰めさせていただきたいと思っています。でも本当に何か役に立ちたいと思っている中で、お声かけいただきました湯上先生には改めて、感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、続きまして
して株式会社スペースバイオラボラトリーズより川原恵美様よろしくお願いします。株式会社スペースバイオラボラトリーズの代表取締役をしております川原です。弊社湯気先生も立ち上げた広島大学発ベンチャーということもありまして、今回のプロジェクトについては当初より湯気先生を通じて、ご相談をいただいておりました。なんとか弊社のリゲートあるいは、開発しております、ノウハウ等をなんとかこのウクライナの方々の人道支援に使えないかということでご相談を受けておりまして、準備を進めてまいりました。今回、実際に送れるというような体制に近づいているということに対しまして、ご支援いただきました皆様、ご寄付いただいた皆様に感謝申し上げたいと思います。この事業プロジェクト今回だけではなくて長く支援が必要なプロジェクトだと思っておりますので、弊社としましても今回だけではなくて息の長いご支援ができればなと思っておりますので、皆様のご協力を引き続きお願いしたいと思います。またこのプロジェクトを進めていただいておりますピースボード支援センター皆様をはじめ、関係の皆様にも厚くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、この地点をもちまして、発表は以上となりますが、記者の皆様、並びに参加者の皆様の中からもし質問があれば、質疑応答の時間を取りたいと思います。質問がある方、あるいはコメントがある方は、挙手をお願いします。では、最初にご所属とお名前をおっしゃっていただいてからご質問よろしくお願いします。中国新聞の島田と言います。そこに湯気先生になったと思うんですが、何点か伺いたいんですが、まずは去年の12月から寄付を募っておられたかと思うんですけれど、今に至るまでいくらぐらい集まったのかということと、実際それ何に使うという予定なのかを教えてください。どうもありがとうございます。全額3300万円ぐらい集まりました。それで企業様からですね、3000万円程度いただいています。それであと一般の方々ですね、本当100円とか1000円とかそういう寄付もあって、それが集まって300万円ぐらいになっているという状況です。私は初めて今回このようなことを始めて、寄付っていうのは初めてですね。それでやってよく分かったのは、皆さん本当ね、100円でもそれこそ10円でも入れてる人暮らしていらっしゃるんですけど、責任非常に重く感じてまして、私たちのこのプロジェクトの背中を押していただいているのは本当にありがたいなと思ってて、もう額じゃなくて気持ちが一番大切だなと思ってて、ぜひ成し得たいなと思ってて考えております。使うのはですね、例えば医療支援のその物質を送って、その物資を送ったりですね、今、ロボットを送ったりとかそういうような費用にしたいなと思ってますし、7月にはジョージアにぜひ行ってみたいと思ってまして、どういうふうなことが足りないのかとか、どういうようなシステムができないのか、幹細胞をこれから送って再生をしないといけないので、細胞培養するための施設がちゃんとあるかどうかということも含めて、視察に行きたいなと思っています。でそういうふうな形でお金を使わせていただきたいと思いますし、また寄付も集まってきておりますので、それをだから有機的にちゃんと活用して、ウクライナの方々の支援につなげたいなと思っています。はい、他にいかがでしょうか。毎日新聞の山本と言います。よろしくお願いします。湯気先生にお伺いしたいんですけれども、今回その寛容性幹細胞ですかね、あとリレートを使ったその医療支援ということなんですけど、これまでそのジョージアでもいわゆるそういうこう脳卒中に似たような症状ということですね、リハビリをやられてきる、手術もされてきてると思うんですけど、その技術を使う前と後でどういうところにこうより革新さが見られるのかとかですね、あと従来の治療法とかどういう点が難しいのかというところを教えてもらえないでしょうか。今日は
資料を使ってですね、まあ、説明をちょっと、まあ、しようと思ったらできるんですけど、脳卒中の患者さんって残念ですけど、まあ、日本はですね、大体2分に1人、世界2秒に1人になる一般的な病気です。で、生活習慣病っていうのが、まあ、ベースにあって、まあ、なかなか脳卒中になると治らないですね。で、寝たきりになる原因のナンバーワンですし、介護とか、まあ、そういうような形になると、まあ、そのナンバーツーですよね、原因が。で、それも世界中で同じなんですね。で、まあ、リハビリテーションがだけでは、まあ、なかなかうまく治らない。で、まあ、脳神経外科的な治療で、まあ、治療が終わったとしても、その患者さんが自立して自分の身の回りのことができるかまで回復されているかというと、まあ、なかなか難聴しているというような状態ですね。で、それをですね、やっぱ再生医療プラス、まあ、リハビリテーションを組み合わせることによって、私たちはですね、たくさんの患者さんが見てますので、まあ、患者さんによっては車椅子だった生活の方がですね、まあ、走れるようになるぐらいまで回復される方もいらっしゃいます。でそれはもうその患者さんが1年も2年もですね、このような状態が続いてて、まあ、車椅子だったり、まあ、杖だったりしてるわけですね。で歩行もなかなか正常ではないので、まあ、遠くから見てるとやっぱ不自由を感じさせるような歩き方をされてらっしゃる。で、まあ、そういうことをですね、私たちはプロジェクトで進めてて、まあ、再生医療プラスリハビリテーションで、まあ、元の生活に戻れるようにして差し上げたいと思ってまして、で患者さんどなたも病院に入る前の状態、その状態に戻りたいんですね。でちょうどウクライナの人々も戦争になる前の状態に戻りたいというのは同じ気持ちなんですね。でそれを、まあ、私たちが持っている技術を含めて、まあ、そういうふうなものを還元したいなと思っています。でこれまでもリハビリではなかなか治らない。まあ、先ほどビデオメッセージでもありましたけど、やっぱりなかなか難しいんですね。でそこを、まあ、改革していくことにつながればと思っています。はい、他の皆様いかがでしょうか。はい、ヒゲ先生の説明のご説明の途中で、リハビリシステムの構築に 3ヶ月以上ぐらいかかっている話だったと思うんですけれど、ちょっともうちょっと具体的に、例えばこういうことしますっていうのを教えていただきたいのと、あと患者さん実際リハビリに入るっていうのは、まあ、どのぐらいの時期をめどに患者さん相手のリハビリをされる予定になるかも教えてください。今実際ウェーブとかズームでリカさんつないでなるんですけども、今、患者さんがですね、たくさんやっぱり入院されてます。それで今リハビリテーションを、まあ、組み合わせてですねやらないといけないんですけども、まあ、細胞移植っていうのはですね、まあ、静脈経由で細胞移植するんですね。で、まあ、静脈で入れるだけっていうふうな表現だったかもしれないけど、まあ、静脈で入れることによって、まあ、再生医療は、まあ、完了するんですが、リハビリテーションっていうのはですね、システムを構築してノウハウもあるんですけど、使用しないといけないんですよね。でそういうようなことを考えたときに、やはり、まあ、3ヶ月以上の、まあ、リハビリテーションのプログラムを、まあ、向こうのスタッフとともにですね、まあ、実現するようなシステム構築が必要だということになると思います。リカさん、Could you explain what is, as what can we need to rehabilitation program for the stroke patientcan't really speak something.
Could you explain that? Speak again. So my question is, what kind of data program or need takes, you know? Yes. Hello to all of you. It's a great honor for me to be here with you and support this great program with Professor Dupin. So what I would like to explain to you is that any kind of damage, what is happening inside the brain, is causing a huge problem for the person. Because in the brain we have the specific areas which are supporting our movement. So everything what we do, like raise the hand, roll, walk, step forward, everything is based in the brain. If we have any kind of damages inside the brain, which is happening like after the trauma, after any kind of impairment of the brain tissue, like strokes as well, they are causing the impairment of the function of the brain. And because of this, the patient starts to have the disability. Unfortunately, the traumas like the gunshot wounds, like the concussions and the contusions of the brain, they all are causing the impairment of the brain tissue. Also the strokes, because of the strokes, we don't have the normal blood flow inside the brain, and because of this, we have all of these is causing the secondary complications, such as impairment of the life, they cannot stand up, they cannot walk, they cannot do whatever they would like to do. And it is the most crucial for the patient to have a completely normal thought and the consciousness, and they understand what is happening with them. That they can move, they can stand up, and all the time they need the contribution from the person around them. But this project, especially the reading and the implementing of the stem cell, is giving a completely new possibility for persons to regain the lost function for them. Everything what we do, like implementing or transferring the stem cells, also will work for getting the new tissue in the damaged area. And this new tissue of the brain will gain again the function what the patient needs. And with the rehabilitation, their beliefs and their body will start to learn again how to function more normally. わかりましたか。ね、ちょっと長い説明だったんですけど、私たち実際脳外傷の患者さんを、まあ、例えばガンショットで銃で撃ち抜かれたりとかですね、実際ミサイルが頭の方に飛んできて障害されている患者さんっていうのは実は見たことないんですね、まあ、頭部外傷の患者さんっていうのは。今リカさんが説明されたのは、その頭部外傷のウクライナの人がたくさん運ばれてきてて、まあ、脳卒中とほとんど同じような症状なんですね。でだから脳そのものが障害されるの で脳のダメージが大きいと。で最初に、普通は意識障害から始まってしまいまして、全然意識がない状態で病院に運ばれると。でそれから、まあ、脳が障害されているので、その治療をしながら、まあ、リハビリテーションプログラムをするんですけど、まあ、思うとやっぱ回復度が低いということで、まあ、再生量と、まあ、ステムセル髪の毛幹細胞というものを、まあ、細胞を静脈球に入れて、まあ、リハビリテーションをコンビネーションすると、もう回復が非常に早くなるんじゃないかというふうに期待しているというふうに、まあ、簡単に言うとする説明でございました。よろしくお願いしますか。はい。Thank you very much, Rita. Yeah.他の皆様いかがでしょうか。
読売新聞の豆塚と申します。湯気先生にお伺いしたいんですけれども、勉強不足で申し訳ないのですが、肝右頸幹細胞を用いた治療を今後行うということなんですけれども、それを知ることになってどういうことが期待できるのかっていうのを改めて教えていただいてもいいですか。それ西洋で有名なのは、例えば iPS 細胞とか ES 細胞というのが、日本で非常に有名ですけど、今世界中で使われている再生量のその細胞のソースというのは、肝右頸幹細胞というのが大体多いんですね。で、肝右頸幹細胞というのは実は骨髄の中に存在しています。で、再生量でやっている現場では、例えば腸骨から取ってきたりとか、脂肪ですね、脂肪いっぱいあるから何ぼでも取ってくれっていうところもあるんですけど、脂肪由来の肝右頸幹細胞で、例えば歯髄の肝右頸幹細胞っていって、歯の中に肝右頸幹細胞がいるんですね。で、私たちは今広島大学で行っているのは、この頭蓋骨由来の肝右頸幹細胞というものを使ってまして、また頭蓋骨と歯髄はですね、発生学的にちょっと難しくなるんですけど、神経系由来って言ってまして、神経になりやすいっていう特徴があるんですね。それ以外の脂肪由来とか、腸骨由来のものも、その細胞特有に持っている機能があるんですけど、私たちはターゲットは神経なので、神経になりやすいっていうような肝右頸幹細胞を使って再生をしたいなというふうに考えています。だから、iPS とかいう細胞ではなくて、生体から取ってきた成人幹細胞という細胞なんですけど、それを使って細胞を調合すると、眼科の危険性があまりないので、そこが非常に特徴的な細胞だと考えています。それをですね、準備をして、ジョージアの方で細胞調合できるような環境づくりをしたいなと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他の皆さんはいかがでしょうか。それではもう間もなく、終了時刻となりますので、最後に関係者の皆さん、前に、もう一度いらしていただいて、集合写真を撮らせていただきたいと思います。